し寄せ新集じゃないですか。小泉一馬のいちゃーんというわけで、ナノシ会議員小、小泉一馬です。いちゃんズの皆さん、こんばんは。というわけでね、今回は小泉も怒ってますよ、相変わらず。幸せ新集。 ではなく「芝寄せ新州じゃないか安倍知事」ということで今回お話しさせていただきますけれどもあの台北森林組合のお話ね皆さんご承知あると思いますあの台北森林組合大町市にね森林組合があってで県がねその森林組合の嘘の申請右から左にじゃん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 通しちゃってろくな検査もしないで嘘の写真つけたりとか。 なんか検査野庁もね、ろくなこと書かね、い嘘書いたりとか、そうやって進んで、長野県も協力して、嘘の補助金交付申請を通して、バン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 嘘の交付金流して、補助金流して、国が怒って返しやがれって言って、11億円、そのうち3億5000万円は、加算金で我々の税金3億5000万円ってお話はしましたよね。 でね、この件ね、今頃になって、もう一昨年ねこの事件明るみになったんだけども、今頃になって長野県が、じゃあ、説明会やりますから、この件、県民の皆さん来てくださいお。首相なこと言い始めるなと思ったら、明日ですって言うんですよね。周知期間、告知期間、1日なんですよ。11月14日に明日やるから来てください。しかも、 平日の4時30分ですサラリーマンは来られない時間。でねこういう時間でなんかうるせえやつはなるべくこうやってこうやって来ないようにしたんだろうけども小泉が来ちゃったっていうそういう話なんですけれどもでもこれもね本当にひどい話でなんかねあのこれどうなんか意図的にやったのかどうか分かんないけどネット上でね、えー、とネット配信するんだよっていうそういう話があったんですよ。 で小泉電話して、任務官に電話してね、あのー、これ、あ、任務にあるんだっけ、えー、森林政策課か、電話してね、あの、ネット配信するんですかってっあなんか、あのー、いや、ネット配信だけど、動画配信はしますって、あそうなんですねえー、そういう、じゃあ、いつごやるんですかって。いや、当日ですけれども、それ、何時か分かりません。そもそも何時に終わるのかは分かんないんであそうなんですか、遅くまでご苦労さんですね、なんて、小泉ねぎらいの言葉かけたんですけれども、 でそういう言い方なら当然最初から終わりまで撮ってそれを流すと思うじゃないですか。で小泉も「あちょっとそれ編集するんですかいやいや編集なんかしてられませんよだってその日のうちにやんなきゃいけませんからそうですよねってそういう流れですよだから最初から最後までそのまま流すと思うじゃないですか間違ってました私の解釈。 最初のね県のお役人さんとあと何だっけなんとか委員っていうねあの県の移植を受けた方々その,その方々は県の説明を一方的にダーっと話すので、ね、そんなの1時間ぐらい話してそれでちょんですよ。で肝心の県民間の質問どうなってんだっていうご批判そこはカットカットで議事録ねじゃああの出しますからつってそれも見たんだけど。 小泉のいい質問全部カットされましたからね <laughs>。でね、あの、新米がね、あのー、その翌日ね、書いたんですよ。で、この、あの県民がね、来てこんな質問あったって。誰のための説明会なのかって。これね、新米気に入って何回もね、使ってますよ。小泉の言葉、小泉。ね、そういういい言葉を使ったの、小泉さんは。だけど、 <laughs> 議事録見たってそれ出てこないんですよ誰のための説明会なのかっていうそういう辛辣な言葉でそれだけじゃなくて小泉一馬もっとねちょっとやばい質問をしてるんですよ県が検閲してるっていう噂があるっていうそういう質問これどういうことかっていうと一方の当事者とあのなんだ台北森林組合ね森林組合確かに悪いことした逮捕者も出ただけどその人たちの言い分も聞こうと思うじゃないですか公平に見るならね 退府新人組合も検証して報告書っていうのを出してるんですよ。だけど、今手に入らないんです。で、なぜか。退府新人組合、に電話しました。報告書見たいんです、ください。って長野県が今裁判やってるでしょ、裁判やってるうちは出さないんじゃないんですかって長野県からそういう指導を受けてるって言うんです。で、長野県庁に言えばね、私ども、 私太台北森林組合ですよ台北組合が県庁に出したやつがあるからそういう公開請求すれば、ね、出してくれるらしいですよそんなことまで言ってくれるんですよこれ非常にリアリティがある言葉だと私は受け止めましただから、ね、長野県庁にぶつけたんです台北府森組合はこう言っている長野県庁が自由な言論を差し止めていると言うんですがこれは本当なのか検閲じゃないか憲法違反じゃないか全部カットです でね、これについてはね他にもねなんか本当なのって話あって裁判の後半中長野県の職員が証言に立ちますよねで証人っていう立場ですよ被告は太北森林組合でありその理事長さんですよそうであるけども県の職員が証言に立ったんですその時長野県庁が何やったかもうなるべく傍聴させないように積つんで もう県庁の職員も大量動員した。で傍聴席をね抽選でしょそれでゲットするんですよなるべくそのメディアや一般の人が聞けないようにそれで県庁の職員がいくつもいくつもゲットしたけどみんなそのまま帰って職場行っちゃったって話ですよまあ1人か2人はいたんでしょうけどもね。というふうに聞いてます小泉一真は見聞きしてません伝聞です。 安倍知事もね、あの、最初、一期目の最初の言葉、情報公開するんだと。住民と共同していくんだと。その話、小泉か、本当にいい政策だと思ってましたよ。小泉は、安倍知事のね、本も買ってサインまでしてもらいましたよ。社会を変えよう、現場からっていう名著ですよ。だけどね、今やってるのはどうなのか、安倍知事。3億5000万円、県民に芝居寄せして、 幸せ信州ってあなたはスローガン作ったけどこれではしわ寄せ信州じゃないですか県民にしわ寄せするのは自分で県知事と県職員が加算金その他もろもろ払っていただきたいついでに言論統制やめていただきたいこいつにまた怒れるかしらこんなこと言ったらいいんですに まとまった。